みんなの銀行してますかセコムはしてないけど、みんなの銀行はしてます。はい。ということで、8月はですね、えー、8月3日1000円、8月7日1000円、8月8日1000円、8月10日1000円、8月12日2000円、8月13日1000円、合計3000、4000、5000、6000、7000ぐらい入ってますね。はい。で、今、トータルで、えー、24万4000となっております。こちらですね、みんなの銀行っていうね、まあ、アフリエート。 えー、紹介プログラムが、えー、ありまして、えー、1000円必ずもらえると。これね、サイクルが、あの、入金サイクルがね、えー、最短翌日入金って書いてありますけども、えー、非常に早いです、入金がね。で、ただ、これね、あの、お友達紹介、なんか、お友達紹介言ってるけども、友達、僕いないんですよ。お友達紹介プログラム。うん。いや、友達いないよと。 まあ僕も友達いないんですけども、友達いなかったらできないのっていう話で、そういうわけじゃなくて、友達がいなくてもね、まあ実際僕友達がいないんですけど、今24万4千円いってるわけですよ。で、何やってるかっていうと、まずこのみんなの銀行、まあ僕の紹介コードも入れてますけども、まず紹介コードを入れていただいて、やると、まあ1000円もらえます。まあ僕も1000円もらえます。で、こっから大事なんですけども、えっと、 まず、僕の紹介コードを入れます。そうすると、1000円、まずゲットできますね。もらえます。で、その後なんですよで。その後、あなたの紹介コードですね。あなたの紹介コードが、この、なんだ、発行されます。な、な,ないかな、うん。あ、ここですね。この、お友達紹介っていうね、この、自分のこの講座、みんなの銀行の講座を開くと、お友達紹介っていう、この、 紹介コードが、あなたの紹介コードが発行されますので、この紹介コードを使って、まあ、SNS、あのー、を発信すると。はい。まあ、Twitter もぶっちゃけこれね、まあ、お友達紹介プログラムって言ってますけど、じゃあ Twitter のフォロワーが全員友達なのかっていうと、どうですか全員顔見知りの Twitter のフォロワーが友達ですか <laughs> まあまあそんなわけないですよね。 だぶっちゃけ、これ、お友達紹介キャンペーンみたいにやってますけども、まあア、アフリエイト、アフリエイトと言っても過言ではないんですよ。まあ、もう、そもそもここにツイッターをまあ、LINE はね、さすがに友達じゃない人が LINE にこう登録されてるってことは結構少ないと思うんですけども、こう、ツイッターのシェアボタンがあるっていう拡散機能が、この胸、ね、もう、デフォルトとして、ね、LINE、ツイッターの同じで紹介コードを送ると。うん。あるわけですから、うん。 まあ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 、まあそう今日、みんなの銀行さんも、まあとりあえずシェアしてねってことですよね、多くの人に。友達、一応商品名は友達、プログラム名はお,お友達紹介プログラムって言ってるけれども、うん。で、僕の場合はどうやってるかっていうと、ご存知の通り、まあ、この動画見てるんだったらわかると思うんですけども、こういう動画を使って、YouTube を使って、このみんなの銀行を紹介しています。はい。で、顔も出していません。 ま、この動画に関してはね、他の動画はいっぱいいろんな動画あるんですけど、顔出してる動画いっぱいありますけど、別にこの動画を顔出し,してませんので、多分みんなの銀行を紹介する動画で顔を出してる動画って、多分少ないです。ほとんどこういう感じで、え、動画を撮ってます。なぜならば、この、これをこう映すためにね、え、こう画面キャプチャーで動画を撮ってるんですけど。まあ、あとはみんなの銀行の、このこれホームページなんですけども、これを紹介できますよね。 あのこう,こうやって解説できますんで。実際もうやり方は書いてありますんで。みんなの銀行、うん、まあうこれを紹介すればいいだけじゃないですか。やり方がわかりません。まあ、やり方はこういう風うに書いてありますよって話なんで。だから非常に、まあ非常に簡単ですよね。うん。で、僕もなんでこの24万今言ってるのかっていうと、まあ動画を今50本以上は撮ったかな。うん。まあ結構爆発踏んでるって感じですね。 本数を。うん。で、あとは、ま、大切なことは、その、結局、その、アクセスがある程度ないといけないんですよ。うん。アクセスがある程度ないとね。で、アクセスを集めるために、まあ、どういうキーワード、どういうカスタム、まあ、YouTube でやるんだったら、どういうキーワード、どういうカスタムサムネイルでやるのかっていう話ですね。で、まあ、事例としては、えー、えー ま、あ今回の動画も、ま、あそれに合わせて僕はつくあの、作るんですけど。まあ、あの、僕いっぱい動画撮ってるんですけどね。例えば、これ、これ400回回ってます。みんなの銀行で最大30万もらうための戦略。これ400回ですね。みんなの銀行を紹介したいけど友達がいない場合どうするでしょうか。これ600回回ってます。これはテンプレート公開。これ600回回回ってますね。うん。 あこれちょっと顔出ししてますね。こんな感じあこれ700回回ってますね。開きがあるじゃないですか。回ってるやつと。で、今回僕が合わせるのが、えー、っと、まあ、これですね。友達がいないけども、どうしたらいいっていやつが600回回ってるんで、それに被せてあの、あの、そんな感じで作るんですけど。 だ何本か取っていくと、あ、これいいなっていう当たったのがあります。じゃあその当たったキーワードだったら当たったコンセプトに対して被せていけば、まあある一定リーチできる可能性があるんで。だ本数かますとね、こうやってそのデータ取れますんで、どれ、ど、どういうキーワードがまあアクセス来るのかなっていう。でもこれがね、1本とかだったらデータ取れないですから。うん うん。うん。はい。なんで、まあ、これ600回回ってるんで、ちょっとこれいきます。これ、これ、これと同じような感じでくあの、カスタマーサムでタイトル選定します。はい。はい。なんで、まあ、真似していただければいいんじゃないかなと。まあ、すでにね、ど、まあ、これみんなの銀行で調べていただいても、あの、みんなの、 ま、こうすると、みんなの銀行で調べてる検索ワード、こう出てきます。紹介コードありますね。で、みんなの銀行紹介ですると、まあ、あんまこれない。じゃあみんなの銀行紹介で調べましょうか。あ、これ800回。あ、これ4、一番上に来てるな。うん。ここ3000回行ってますね。うん。 7000回とか言ってんな。うん。あ、小野田さん千5 0 0回だ、うん。結構もうみんなの銀行で検索すると僕結構出てくるな。はい。まあ、動画多いですからね、僕ね。みんなの銀行。うん まあ、どういう動画が、まあ、回ってんのか、キーワードでどういう動画が回ってんのかっていうのは見た方がいいですね。はい。まあ、もちろん自分の中でテストしていろんな試していくっていうのもありなんですけども。うん。ないまあ、結局そのアクセスが、と、と、アクセスがないと本当に、なんだ、そもそもその、見られないですからね。あなたの紹介コード見られることないですから。まあ、そういう工夫、動画撮るときに、あの、そういう工夫をしていただくといいと思います。 今回の動画に関しても、友達がいない場合どうするみたいなやつに被せて、また同じように撮ってるんですけど。うん。まあ、これもまあ、な、置いてテストですね。まあ、テストって言ってももう僕もうちょっとで終わるんで、まあ、これ30万いったらね、もう動画撮ることはないと思いますけど。まあ、30万いくまではちょっと,と撮り続けるんで。うん。あとね、5万、5万6千ですかついに来ましたね。5万6千ぐらいか。うん。はい。 ということで、あの、これ本当にね、ありがたいんですけども、ずっとやってるんですよ、キャンペーンをね。うん、1年以上もキャンペーンやってるんで、ありがたいですよね。ただ、もうさすがに1年以上キャンペーンやってるんで、そのうちこの紹介キャンペーン終わっちゃうかもしれないんで、まだやってない方はね、早めにやっていただいた方がいいと思います。もう1年以上やってますんで、この紹介プログラム。もう、どうなんだっていうとこですよね。 さすがにどうなんですかね。ちょっとわかんないですけどですね。それはみんなの銀行さんじゃないと。うん。はい。ということで、えー、動画の方を終わりたいと思います。まだみんなの銀行やってない方は、えー、この動画の方に紹介コード入れておきますので、えー、そしたら入れていただくと、これ1000円もらえますんで。はい。で、1000円もらった後、あなたの紹介コードが発行されますので、それでやってみてください。では終わります。ありがとうございました。